片町2丁目にあります R レストランからお伝えします。まずは皆さんご覧ください。この壁面もう所狭しにお酒が並んでいまして、このお店にかかれば平山さんお酒も芸術作品となりますよ。ただ驚くのはこれからなります。こちらご覧ください。どここれは何ですか。大木ですか。本物の木、はい、屋内なのに大きな木が生い茂ってるんです。隣には、ね、小屋もありまして、なんだかねおとぎ話の世界に入り込んだみたいな、冷静に見るとすごい空間ですよね。ただですよ、ただ皆さん今日は営業時間外に特別にお邪魔させていただいておりまして、そうですか、そうです。営業時間内になりますと、この空間がもっともっと素敵になるんです。皆様こちらの写真ご覧ください。はい、おー、明かりがもうどうですか。雰囲気がいいですね。もうね、レストランというよりも、あの劇場に、ね、入り込んだようなもう非日常空間が広がっているんです。平山さんぜひ一度連れてってくださいよ。後輩アナウンサーみんなお願いします。よろしくお願いしますね。おお一人でこっそり。ここからはですね、あ、いやいやダメですよ、みんなでお願いします。ここからはアーレストランのコンシェフにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうこのお店に入って、いやもう内装にもう圧倒されたんですが、こちらのお店はこの食を楽しむだけじゃなくて研究も行われているということなんですよね。そうですね、こう家庭料理のレシピからプロの料理のレシピまで日々ちょっと研究して、それをこうアーカイブしていく、はい、皆さんにこう知っていただくように、そういう研究もしております。もう金沢の食文化の発信地でもあるということなんですが、あのコンセプトは何でしょう。おしゃれな、そうですね、レストランはやっぱり美味しいところっていうのはあるんですけど、うちのレストランはやっぱりこう、食を楽しんでいただく、やっぱりレストランって楽しいね、楽しかったねって言ってこう帰っていただく、はい、あのそこを目指しております。なるほど、まあ、舌はもちろんのこと目で耳でも体全体で楽しんでもう経験して帰る場所ということなんですね。芸術空間みたいですね、お料理ね。新しい、そうなんですよ、で新しい取り組みというお話をしましたが、なんとこちらのアーレストランさん、レストランを丸ごと貸し出す取り組み、そしてその取り組みを能登への支援につなげていっているということなんです。ここからは実際に今週末特別ディナーを行う大向さんにお話を伺っていきます。大向さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お時間いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。大向さんは輪島にありますねぶた温泉能登庄の専務さんでいらっしゃるということで、ねぶた温泉といえばもう美肌の湯として知られてます。あの旅館について教えていただけますか。はい、能登庄は能登の素朴な部分とか輪島塗りなど の, きらびやかな部分、能登の食文化とか、あとは人の優しさとか、そういった能登の魅力を、来ていただいたお客様に感じていただき、全国に発信していけるような、そういった旅館を目指しております。そういった旅館なんですが、1月1日で大きな被害を受けました。こちら大向さんからいただいたお写真なんですけれども、こちらは旅館のどの場所になりますか。はい、こちら入ってすぐ の, あのホールですね。あ、はい、ホール、ロビーみたいなあ、形で、物資なども置かれたりして、ここはたくさんの方の避難所になったとお聞きしました。はい、そうですね、当日はお客様もいらっしゃいましたし、近隣 の, あの住民の方も避難されに来て130名ほどいらっしゃいました。あ、そんな方、で、あのロビーなどで、皆さんが集えるようにして、いたということなんですが、もう一枚お写真いただいております。こちらですね。こちらは、ニュースでも、ニュースでも拝見しました。地区はその、土砂崩れで、孤立地区になっておりまして、その土砂崩れの向こう側まで物資は届いて、いたんですけども、そこからは、この地区の住人たち一人一人こう並んでバケツリレーのようにして物資を運んでいました。はい、そんな大変な中、まだ旅館も再開の目処も立っていないということなんですが、なぜ今回このレストランで特別ディナーをしようと思ったんでしょうか。はい、
今回はいろんなお客様とかたくさんのお客様とか仲間とかから励ましのメッセージとか、うん、ご支援をいただきまして、旅館はまだまだ全然営業できない状態なんですけども、うん、金沢のアーレストランさんでのこのレストランをお借りして、復興の第一歩として能登の庄のおもてなしをさせていただくことで、お客様にですね、必ず参見するという意思を伝えていきたいと思っております。今回の特別ディナーにはそんな大向井さんたちの強いメッセージが込められているということです、はい、ではその特別ディナーどのような内容にされるんですか。はい、普段旅館で提供しているような、はい、懐石料理を、はい、素敵なお宿ですね。こちら普段で旅館のお料理などもということですね。はい、で器も輪島塗りを、はい、はい、そうです。もともと輪島塗には当館こだわってますので、はい、輪島塗、漆器はすべて輪島塗を使用して、そういった器も旅館から運んで使わせていただきます。本当に旅館の味そして空気感をこの片町に持ってきて特別ディナーを行うということなんですね。で11日12日に、はい、このディナーを行われるということなんですが、告知してもうすぐ埋まっちゃったとお聞きしました。はい、おかげさまで本当にありがとうございます。いやすごい あっという間だったんですよね。皆さんからの本当に思いっていうのは伝わってきますね。本当に、そのね、お電話とかでもいろんなお客様とかからもいただいてますので、本当にありがたいと思ってます。いやすごい、このように大向井さんと同じように、このアーレストランさんを借りてこのレストランだったり営業したいなという方もいらっしゃると思います。どのようにしていったらいいんでしょうか。はい、お店の問い合わせのメールがありますので、はい、そちらの方に、まずご連絡いただいて、はい、いろいろご相談しながら決めていきたいなと思ってます。今回の能登の庄さんの場合だと丸ごとレストラン貸し出しという形ですが、そういったまた別の方法でもっていうことですね。そうですね、多分いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、例えば、うちのお店と一緒にこう何かを作り上げてコラボレーションしたりとか、そういうこういろんな方にニーズに合ったように、合うようにこういろいろお話ししながら決めていけたらいいなと思ってます。さまざまな形で支援を行っていくということです。では最後にお二人からのメッセージをいただこうと思います。まずはコンさんからお願いいたします。こちらですね、はい、レストランを架け橋にということなんですが、こちらは。そうですね、やっぱり僕もそうなんですけど、飲食店だったりやっぱり旅館さんだったり今回被災された方っていうのが、お客様とやっぱり途切れてしまう、そういうのが、やっぱり悲しいことなので、うちのレストランを、架け橋にしていただいて、つながりを切らないようにまた来ていただけるように、そういうふうにレストランを使っていただきたいなと思ってます。ありがとうございます。では続いて大向井さんお願いいたします。頑張るぞのどと書かれてますね。はい、もうストレートな今の気持ちです。いや本当に大向井さんの その熱いメッセージ伝わってきました。そしてちょっと嬉しかったことも最近あったとお聞きしました。はい、地震発生からですね、旅館の裏山がにちょっと湯元があるんですけど、そこをずっとお湯も地震発生からですねもう止まってまして、もともと自噴で湧いてましたのが、それが止まってました。そういった状態がずっと続いてたんですけども、ここ1週間前ぐらいに裏山行ってみたんですけども、そしたら温泉がですね湧き出てまして、これはちょっと、はい、嬉しい出来事です。本当ですよね、はい、いや本当温泉のパワー自然のパワーを感じますし、それがちょっと後押しになるというか、そうです、ね、元気をもらえるような、はい、出来事だったんですね。大向井さん、そして、はい、やっぱりその温泉が湧いてるところを見て、もともとそのお気持ちだと思うんですが、はい、この場所に帰ってしっかり頑張らなきゃダメだというふうにお感じになったんじゃないですか。はい、いや本当にその通りでですね、もう本当に神様がこう後押ししているよう、もう背中を押しているような
本当にそういった気がしました。それからそういった情熱がね、コンさんのような方との出会いももたらしてくれたところがあるんでしょうね。はい、ありがとうございます。さまざまな思いがつながって野党への支援になっているということです。お二人今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上中継でした。